ストーン。どうですかこの力強いスポーン。なんかね低い声が低いからやっぱりねちょっと違う感がある。まあ確かにね、うん、ですね皆さん、こんにちは MSS プロジェクトです。はいこんにちは。はい今回もねモンストのガチャ我々ね、はい、結構ねモンストのガチャ毎回、やって動画にしてますので。そうですね今回もねかなり早めに、はい、バッとやってバッと上げて、はい、バッと結果でねああみたいなところが、ね、いや出るかもしれないですよ。いやでも、ね、意外とねこのねモンスト MSS プロジェクトのモンストガチャ会は、うん、そんなに悪い結果にはなったことはないはずだから。まあね50やればさ、まあやる出るでしょうね。しかもね、まあ、今回は2人で、僕が30、およが20、合計50今回もやっていきたいなと思うんですけども。いや今回正直俺ねキャラが欲しいのよ。はいはいはい。特にさくら。さくら、そう星5、ですね。じゃあ今見てみますか。はいこちらですね。おおちょうどさくらじゃないこれ。あ違う、あさくらだ。この人がですね、まあクレオパトラの回復版みたいな。違うわ、クレオパトラ闇、アンチダメージ版、属性が闇、属性闇か、うん、うん、っていうところがちょっとね僕欲しい。いいよね貫通回復はやっぱりね便利だからここでゲットしておきたい。確かに。つまり今回僕の目標はさくら。はい、さくらターンゲッツ。いや俺もさくら欲しいかな。はい、今回花咲く夢のロマンタンなのかな。これ多分ロマンタンでいいと思うよ。全く夢だよね。うん、まあいいですよ、やっていきましょうかとりあえず。いいよやろうぜ、早くやろうぜ。はい、私が FB37 です。今更はいどうも嫁です。じゃあ行きます。はい行ってください。さあ行くぞ、花咲く夢のロマンタン。さあ何の演出もありません。ちなみに音も聞こえてないでストライクショットって言ってるかもわかりません。確かに、うん、止まれば熱い。当然ハーレー出たぞ。あこいつなんだっけ、こいつなんだっけ、誰こいつ。星5だぜ。あマジで。おお、タンポポと、え、これ桜以外出た。もしかしてタンポポとスズランだ。こいつがスズランで、ちょっと待って、さっきのタンポポ、いやちょっと待って、いやいいけど、まあすごいすごいですよ、すごいと思いますけど、でも求めていたやつではなかった。嬉しいけど、いや桜出てよ。とりあえずだって10、しかもハーレーも出る。本当だハーレー出てる。ハーレーはここが弱いんだ。分かった、次のじゃあ10連で出したらもうさ俺今回クリアでしょ。あもうそれでいいんじゃない、そしたらもう。じゃあ行きますよ、20連で3つ目だって。いやでもむちゃくちゃ運良いねこれ、半端ねえ。行きます。はい行ってください。でもね、さくらは正直見たいほしい。欲張りすぎだろ。回復パーティーが作りたいじゃん。さあ止まれば熱いですけど、いい今回も星5しかいないんだもんね。あまた出た。いいよスズランはもう、もうとりあえず星5一体、星5一体。でもまあ今のところね10連2回やって必ず新キャラが出てますから。そうだね、これはいいぞ。はい、じゃあ次はエオヨ20連いきますか。はい、いや最後の10連はまた僕がやりたいと思います。いやいやいや、まあ嬉しいけどなんか、じゃあ行きますよ。そいや、さあ来るか来るか、来い来い来い。どうですか、止まったら止まった、まだまだ止まってない、全然俺画面見えてない、止まってないよ、止まんないよ、止まんないよ、この、おー止まった止まった止まった、どうした。あれ、え何それ、これなんだっけ、パールバーティー。まあ持ってないからいいけど、なんでパールバーティー出た。お、止まった、あ、止まった、何出た。あ、タンポポだね。え、今回やばくない、今回出るね。よし、あー、いやいやいや、でもそうか、で、まあまあまあ、うん、見たいね。そうだね、パールバーティーとタンポポ。パールバーティーなんで出た。パールバーティーはなんかしかもそれっぽいから嫌だよね。もっと勘違いするわ。いきますよ。はい、20連目いけ。さくらたん出したらちょっと腹立つな。いや出すよ。さくらたん俺が欲しいのに。俺も欲しいんですよ、ちょっとよ。さあ、よいよ回復役が…あ、止まった、なんだ、何出た、ロミオ。
マジで？いやでもそれはめちゃくちゃ運いいだろ。嬉しい。ロミオはスーパーキャラクターですよ。やった。え？意味がわからんお前のガチャ。あー止まんない。そうですね。ロミオとあ待ってよこれ。ナナミだ。ナナミも出てる。ナナミとロ結構星5出るね。星5出てるね今のところ半端ない星5率、はあ、この星5率をさあの普段の実況にも欲しいんですよ。本当だよ。ちなみに僕あの今回はね、マジアカウントを使ってますんで、はい、普段の実況ではこのキャラクターは使えません。あ違うアカウントなので。残念残念。でも、まあでもよく出たね2つもね。まあわかりますよ最後の1回でこれさくらたん出れば初のうちらの実況で全キャラクターフルコンプリートじゃないかな。新キャラ今は出てないもんね全キャラクター。あ出てないないよ ね出てない。じゃあいきます、うん、最後の1ガチャにかける。いけ。あー引っ張れさあ止まれば熱いですよ。これ止まんなかったら悲しいな。うわうわこれはあやばい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 。うわー悲しいっす。この最初の2連アスモーデウスの時点で俺すげえ嫌な気なんか。あ分かる分かる。嫌な気配がしたもん。あ星5もいない、まあ、ちなみになぜか知らないけどローレライって言ってるんですけど。ローレライいいな俺持ってないから。ローレライいいけど非常に強力なキャラクターけどなんで今出るの。なんかあれだね違う星5がいっぱい出る。いや本当にちょっと悔しいわ。だって新キャラと同じぐらい出たよね。そうだね。いや別に悪くないんだけど、ね、いやロミオはすげえ当たりだからいい、うん、いや嬉しいよロミオ。ようわからん。まあ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 、まあ、でもまあ今回も残念ながらね新キャラ全部出現とはならずでしたけども、一番欲しかったさくらさんが出ないと。そうやね出なかったですけどもまあとりあえず2体出たし、まあ、星5が結構出た気がするから、そうですね、うん、まあ悪くない結果かな、うんうん、ですねと思います。はいはい。じゃあ今回はこんな感じで、はいバイバーイバイバーイ。動画を見てくれてありがとうございます。スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。YouTube はこちら、こちらでーす。 PC ですね、PC で、こちらはニコニコ動画、はい、はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの。お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。